ここでは関数のグラフの例題について一緒に見ていきます。この問題の方針と解き方をそれぞれ詳しく確認していきましょう。まずは方針からですね。関数のグラフっていうのは、まあ、基本的に、ね、点をいっぱい調べれば書けるんですが、やっぱり関数ごとのグラフの形を押さえておくことが大切です。で比例や一次関数では直線になるんでしたね。直線になるっていうことは2点を調べればいいということでした。 比例っていうのは Y イコール AX のような関係式でしたね。この時は原点を通る直線になります。調べるべき点は一つはもう原点を通るっていうのが分かってるんでね、もう一つは X が1の時の Y の値など調べると早かったんですね。ではその次、一次関数っていうのは Y イコール AX た B のような関係式やったんですね。これは切片と傾きを調べればグラフを書きやすいんでしたね。 切片っていうのは X が0の時の、y、の値のはが時値ことですですからここを通るっていうことなんですね。でもう一つ傾きっていうのは、X、が1増えた時に、y、がどれだけ増えるかを表してるんですね。ですから、X、が1増えたら、y、がこんだけ増えるとそれでもう1個取れるんですね。でこの2つを結べばグラフが書けるよということでした。でこれらはともにですねこの a の部分がマイナスの場合は右下がりの直線になるということでしたよね。 でその次です。反比例や2乗に比例する関数では曲線になるんでしたね。直線ではないです。ということは綺麗に書くにはね、通る点をできるだけ多く調べる必要があるということでした。反比例というのは y 等 x 分の a のような関係式でしたね。点をいっぱい取っていけばこのようなね形になる双子の曲線双曲線で呼ぶんでしたね。そうなることが分かってます。でこれは a の部分がマイナスやったらこっち側にできるんでしたね。 で次は2乗に比例する関数ですね y=ax2 乗のような関係式でしたこれもね通る点をたくさん調べて結べばこのような線になるんでしたねこれは放物線ものを掘り投げたような線になるんでしたねでこの a の部分がマイナスの時はこっち側にできるということでしたではそれぞれ詳しく見ていきましょうまず1番 y=2x ですねこれはもう形見て比例だと判断します比例ということは直線になります 直線ということは2点を調べればいいですね。1つは原点を通ります。比例のときは原点を通るんでしたね。で、もう1つは x が1のときの y の値などを調べればいいので、x が1ならね、y は2になります。ですから原点と点1、2を通るので、この2点を結べばこのようなね、グラフが完成します。もしくは比例は一次関数的に見てグラフを引く方法も全然ありです。つまり、y イコ 2x プラス0のように考えるんですね。 これは切片が0で傾きが2の直線になりますつまり切片が0っていうことは原点を通るんですねその後傾きが2っていうことは x が1増えたら y が2増えるそこに次の点を取れますでその2点を結ぶっていう方法でもありですよねではその次括弧にいきましょう括弧にはこれ x 分のマイナス6ですねこれを見たらもうあ反比例だなっていうことがわかります ですから通る点を一つでも多く調べていきましょう。x が1やったら y はマイナス6ですね。x が2やったら y はマイナス3。x が3やったら y はマイナス2。x が4とか5の時は分数になるので調べにくいと。でも x が6やったら y はマイナス1になる。これをね、全部点を取って結ぶと。ただ、x がね、正の時ばっかりとは限らないんですね。x がマイナス1やったら y はプラスの6。x がマイナス2やったら y はプラスの3。 x が3やったら y はプラスの2で−マイナス4マイナス5飛ばして x ス6やったら y はプラス1で点を結んでねあとは完成するという流れですね OK でしょうか注意点があるとすればねこの双曲線を x 軸や y 軸と交わらせたらダメやったんですね。 これは何でかっていうと交わるっていうのは x や y が0になるタイミングがあるっていうことですが反比例では x や y が0になるっていうことはありえなかったんですよねですから交わらせないように気をつけようということでしたでは次かっこ3です y=3x+4 ですねこれはもう見て1次関数と分かります1次関数っていうことは切片と傾きが大切ですね切片は +4 傾きは3と分かります じゃあ切片がプラス4ということなんでねまずここを通ることが分かります。で傾きがマイナス3ということはそこから x が1増えたら y は3下がるっていうことですよね。ですから次ここに点を取ることができます。あとはね1次関数のグラフは直線になると分かっているんでこの2点を結んでしまえばもうおしまいですね OK でしょうか。でもちろんねこのように考えなくても x が0の時に y が4になって04を取る。 x が1のときは y は1になるで11を取るでね2点を結ぶ方法でももちろん OK ですではラスト書くよういきましょう y=2x2 乗ですねこれは2乗に比例する関数の形です2乗に比例する関数は放物線になるのでねこれは点をいっぱい調べないとダメだっていうことがわかりますということでね x が0やったら y は0原点を通るんですね x が1やったら y は2 x がマイナス1。でも y はね。2になるんですね。マイナス -1 を2乗したらプラス1になってプラス1。かける2でプラス2です。同様に x が2やったら2の2乗で4。4かける2で8になります。x がマイナス2。やったら y はマイナス2の2乗でプラス4プラス4。かける2でプラス8になりますね。そんなこんなで点が見えてくるんでね。あとは結べば放物線が出来上がるという流れです。オッケーでしょうか？ はい、ということでここでは関数のグラフの例題について見ていきました。どうでしょうか、理解できましたでしょうかね。あとは自分でもノーヒントで再現できるように、この問題の例題などを見つけて、しっかり練習して身につけておきましょう。